日本製鉄大分サッカー部は、大分県大分市を本拠地とする、九州サッカーリーグ所属の実業団サッカークラブチームである。旧名称は、総部から2012年までは、新日鉄大分サッカー部。2013年から2018年までは、新日鉄住金大分サッカー部。1972年に、新日本製鉄大分製鉄所のサッカー部として、総部。 1978年、鹿児島クラブと入れ替わる形で、九州リーグに昇格。2年連続の準優勝の後1985年に、初優勝を果たす。翌1986年は、全国社会人、サッカー選手権大会でベスト4に輝いたが、リーグ戦では振るわず、最下位となり、大分県社会人、サッカーリーグに降格。しかし1年で、 九州リーグに復帰し、復帰直後の1988年シーズンに2度目の優勝を果たした。その後は注意をキープしていたものの、1995年に再び再開となり県リーグへ2度目の降格。2シーズンを大分県リーグで過ごした後、1998年シーズンから再び九州リーグに復帰している。復帰後は常に注意から 上位の安定した成績を残している。2005年の全国社会人サッカー選手権大会では南国高知 FC や TDK を破って勝ち上がり、決勝戦ではこの年、九州リーグ優勝のロスソクマモトと延長戦の末に、の2で引き分け、同時優勝に輝いた。2006年の第86回天皇杯では1回戦から3回戦まで、 すべて北海道でのゲームとなり、長距離遠征を余儀なくされたものの、一回戦で、ノルブリッツ北海道 FC、二回戦で、松本山が FC を破り、三回戦では、コンサドーレフラホロー相手に延長戦までも連れ込む、健闘を見せた。二千十四年の九州リーグでは、前期を終わって六位だったものの、後期は八連勝で一気に巻き返し、二十六年ぶり三度目のリーグ優勝を、 果たした。第38回全国地域、サッカーリーグ決勝大会では一時、ラウンド2となるも、各グループ2位最上曰くを確保できず一時、ラウンド敗退。2015年の九州リーグでは、第4節以降15連勝し、18戦17勝で、リーグ連覇を果たす。第39回全国地域、サッカーリーグ決勝大会では一時、ラウンド2となるも、 またも、各グループ2位最上曰くは、確保できず一時ラウンド敗退となった。2020年、新型コロナウイルスの影響によりリーグ参加を辞退。2021年も引き続き辞退した。順位フト市は、全国地域サッカーリーグ決勝大会出場。ありがとうございます。